こんにちは。賃貸のお席イメージキャラクターのマカスくんです。本日は奈良市にございます、ソフィー2というですね、1LDK の物件の、1階の部屋のご案内となります。それではマカスくんと一緒にご紹介させていただきます。さあ、まずはこちら、玄関となりまして、玄関にはですね、このような下駄箱ですね、しっかりとついております。はい、では玄関入ってですね、すぐリビングとなります。はい、広さもね、十分にございます。リビングとなっております。はい、まずはこちらですね、モニター付きのインターホンがこっちのようにございます。こちらマカス君おすすめとなっております。またこのようにエアコンがね、1台ついております。はい、またバルコニーの方はこのようなですね、しっかりと洗濯物を干していただけます。ではどんどんですね、紹介の方を進めてまいります。まずはこちらキッチン横に置きましては、このような収納がついております。まず向かって左手側は段タイプの収納ですね。こちらには、衣装ケースなどを積んでね、置いていただけるようになっておりまして、右手側はね、このようにしっかりと、ハンガーポールついておりますので、お洋服もかけていただけるようになっております。ではキッチンですね、キッチンの方は人気のカウンターキッチンタイプとなっておりまして、上下はしっかりと収納の方がございます。調理スペースの方も確保されておりますので、使い勝手のいいキッチンとなっております。ではキッチンの方からですね、奥に進んでいきますと洗面のフロアがございます。こちらシャンプードレッサー付けの独立洗面台に、室内の洗濯機置き場、またこちらにですね、お風呂場となっております。浴室乾燥機がついておりまして、浴槽の方もね、ゆったり使っていただけますお風呂となっております。はい、こちらがお風呂ですね。またお風呂出まして、こちら扉ございます。このように、ウォシュレット付きのお手洗いですね。ではこちらキッチンの裏手側には、もう一つお部屋がございます。はい、洋室となっておりますね。こちらの方は収納がクローゼットタイプの収納となっておりまして、こちらにもですね、ハンガーポールが通っております。こちらもお洋服かけていただけるようになっております。はい、それではですね、こちらの物件のご紹介は以上で終了させていただきます。最後にマカス君からお知らせでございます。賃貸の先ではネット予約サービス、お迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなしのお心、賃貸の先ではお客様のお部屋探しを全力で相談いたします。ご視聴ありがとうございました。